はい、表面特ゲモノキの、お、名前何でしたっけ？ももち。ももちさん。ももちさんね。ちょっと ICU 内で放射性酸素療法してます。ちょっとまだ温度上がりきってね、30で、湿度50で、酸素40倍になるように、設定してちょっと、酸素化してますんでね。で、ちょっと今、レントゲンの準備してますから、レントゲンの準備ができたら、ちょっと、そーっと取ってみますね。はい、OK です。じゃあ、ちょっと待ち合わせでね、まとってもらっていいですか。はい、ICU 内の方は、保湿酸素で保護してます。ちょっとまだ止まってないけど、30度で54度。30度で湿度50度。酸素を分配したいと思います。